2016年の天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会、男子は準々決勝を迎えています。東レアローズ対堺ブレイザーズの一戦、ここまでの東レです。昨日2回戦で全日本インカレ準優勝の東海大学を3対0と破って、今日の準々決勝を迎えています。一方の堺ブレイザーズです。昨日2回戦では長野県創造学園高校3対0ストレートで勝って、今日の準々決勝を迎えている堺ブレイザーズです。星野が受けている。さあここはジョージェフ、ワンタッチです。鈴木雄二が受けている。藤井のトスから真ん中、タイミングが合わない。リハク、ここはチャンスですが返すだけ。坂井どうする、真ん中リハク押し込んだ、できた。1点差と坂井ブレイザーズが追い上げてきました。星野が受ける。藤井はジョルジェフ、構えは拾っています。ダイレクト返ってきています。藤井から真ん中ブロックアウト、これで東レが第1セットを取りました。最後は富松、25対22、東レが第1セットを取っています。東レはジョルジェフ、井上が受けています。玉谷から縦できたです。ジョルジェフバックアタック、ここはいい、素晴らしいディグを見せました。ウォレスブロック、さあ玉谷、もう一度ウォレスブロック。さあ東レはリベロの井出が上げて、ジョルジェフバックアタック、リベロの井上受けられませんでした、受けきれませんでした。さあこれで8対8です。左端からクロスに狙ったリハクのサーブ、高野、さあ藤井はジョルジェフのバックアタック、石島を掘った、ウォルスが上げる。高野ブロックは石島拾っている。玉谷、ウォルスに来る、ブロックは3枚アウトです。止められませんでした。セットポイント東レ、富松、さあ堺はウォレスに来た、クロスアウト、ボールコンタクトありません。25点目、東レ第2セットも取りました。内藤、さあジョルジェフ、悔しい。内藤コースには入っていました。これでジョルジェフ・ニコラはこの試合20点目ということになりました。ジョルジェフ・ニコラサーブも入れています。玉谷からウォレス、ここは緩く打ってくる、アンダーで上げる、もう一度ウォレスに来て2枚ブロック、井出が追いつく。鈴木雄二もう1本ある、返して井上、玉谷、また高野のバックアタックだが今度はブロック、東レ止めました。ウォレスのサーブ、鈴木が受けています。ジョルジェフ3枚取っています。鈴木雄二、リベロの井上、玉山、ウォレスのバックアタック、東レ1点差に詰め寄られました。さあ坂井がここからどんな粘りを見せるか。真ん中内藤です。さあバックアタック鈴木、20点目が東レに入っています。これで7点差。サーブは石島、さあ藤井、鈴木、井出、藤井、ジョルジェフ拾った、つないだ、坂井、井出から藤井、もう一度ジョルジェフ、決まりました。東レが第3セットも取りました。
25対20、これでセットカウント3対0、準決勝3つ目の座、東レアローズが射止めています。